日本のホワイト国除外で触発された日本不買運動の影響を受けて、韓国の地方空港の収入が打撃を受けている。25日、国会国土交通委員会所属の、共に民主党ユン・バンソク議員は韓国航空公社から提出された資料を引用し、韓国内の日本旅行自制運動の影響で7カ所の国際線空港の日本運航と旅客減少の減少が目立ったと伝えた。具体的に見ると、去る7月第1週、7カ所の国際線空港の日本路線運航便は全体1029便、旅客151283人だったが、8月第4週目には836便、旅客101150人で、航空便193便、旅客51133人減少した。減少率は 33.8% だ。日本訪問の旅客減少は昨年に比べると、その幅がさらに大きかった。日本旅行自制運動が盛んだった7月第5週から8月第4週まで日本路線の旅客推移を昨年と比較すると、7月第5週 8.3%、8月第1週 14.7%、8月第2週 19.6%、8月第3週に 15.2%、8月第4週 35.3% の減少で、時間が経つにつれ減少率が大きかった。これにより地方空港の収入も打撃を受けた。日本路線が多い金海空港の場合、空港収入が昨年度7から8月比 15.1% 減少し、常陽空港の空港収入減少率は 66.7% に達した。続けて勤安空港 57.1%、チェジュ空港 30.3% の順に減少幅が大きかった。ユン議員は、地方の国際空港は日本路線に偏っている関係で、こうした危機的状況元では非常に脆弱だとし、短期的には現在の危機を段階別に区分し、適切な対応策を積極的に実現すべきであり、長期的には多様な路線のポートフォリオを再編するなど、代替市場の発掘に乗り出すべきだと語った。